元気な姿でご挨拶できるようになり嬉しい。最近除隊した俳優のヤン・セジョンがファンカフェを通じてファンたちに直々に挨拶を伝えた。ヤン・セジョンは18日、自身のファンカフェセジョン特別時に残した文を通じて、本当に会いたかった。お元気でいらっしゃいますか?と、ファンたちの近況を尋ねた。文とともに掲載した写真には軍服姿で挙手敬礼するヤン・セジョンの凛々しい姿が盛り込まれて折り目を引く。ヤン・セジョンは2016年にドラマロマンドクター・キムサブを通じてデビューした。その後サイムダン色の日記、デュエル、愛しき者たち、愛の温度、三十だけど17です、私の国などの作品でスター性と演技力を備えた俳優として人気を博した。昨年5月に入隊したヤン・セジョンは現役で服務を終え、今月15日に除隊した。ヤン・セジョンは活動復帰に先立ち、新しい所属事務所を探していると伝えられた。以下、ヤン・セジョンのファンカフェに掲載された文。愛する皆さん。こんにちは、セジョンです。いつか会いに来ると言っていましたが、今、やってきましたね。名残惜しい気持ちが大きいと思いますが、理解してくださると慎重に考えました。とても会いたかったです。皆さん、お元気でいらっしゃいますか?いつの間にか時間が流れ、こんな風に元気な姿でご挨拶できるようになってよかったと思い嬉しいです。ご挨拶を伝える今やっと、除隊をしたことを少しずつ実感できてきたようです。軍生活の間、変わらぬ気持ちで僕を応援してくださる皆さんを思いながら1日1日をしっかり過ごしました。皆さんが本当に大きな力になってくださいました。心から感謝申し上げます。黙々と待ってくださった皆さんに良い作品で恩返しいたします。そしてこれからも時々、元気でいるかお伝えいたします。皆さん、寒さで健康に留意なさって、困難で大変な時期ですが、皆さんが幸せでいらっしゃいますように。いつも感謝し、愛しています。元気でまた元気でお幸せに。ハン・ソヒ、誕生日パーティーでつけていた高級そうなアクセサリーが話題。プリンセスネックレス&イヤリングセットという約100円の商品。韓国の新規コロナ感染者、3292人で過去最多。重症者は506人。J-HOPE、昨日の出国時に持っていたルイス・ヴィットンダックバッグが話題。日本人がデザインした51万3700円の商品。